My pace when I come to Kasi. I've been making my makers say what I'm offering. We've all had behaviors and they've been troubling. Smoke way too much, I keep coughing. I pull out all the stops to make a profit. When I get down to the bottom, I need topping. Come here and ease my mind, be my clonopin. Let me chuck this thing and be proud of it. I will carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud and you can't sit still when we're on the floor and I'm on. Take a sip of your coke, tell me to pause. I ain't come by the pros, I came to talk. Snow mimosas, cheese cracks and parks. Dig it to the hit in the bottom, the blue cars. You been sniffing mirrors and toilets all over town. I made excuses for you too many times. You know I love you forever, but that's just... 気に入ったね。はい、次の日になったんですけども、昨日 IKEA に行ってきていろんなものをちょっと買ってきたので、一つ一つ紹介していけたらなというふうに思います。はい、ということで一つ目はこちらの、ウップフィールドっていうものになります。これはまな板の角にこれを装着することでカットした野菜だったりとかまな板の上でいっぱいになったものを、こちらに移して使えるっていうものになります。3つ入りで299円になります。すごい安いです。で2つ目が、こちらのトロードフリっていう電球になります。うちはですね間接照明だったりとか、フロアランプとかを使ってるんですけどもそういう照明を全部 IKEA のトロールフリに交換していてスマホだったりとか、Alexa で操作できるようにしています。で今回照明もいくつか増えたので、これも合わせて購入してきました。スマート電球にしては結構安いのでこれは結構おすすめですね。はい、次はこちらのまな板になります。フィンフォルデラっていう名前のまな板です。2色入っていてグレーと、ターコイズブルーのような色のものが入っていて、2枚入りで299円です。はい、これもすごい安いですね。はい、次がですねこちらのノルオッタっていう時計になります。これはですね、電源に差し込んで使う必要があるらしいです。でこの文字盤が光るようになっていて電池を入れるところもあるんですけども電池で動くっていうわけではなくて電池を入れてると時計を記憶しておくっていう、ことができるらしいですね。形はすごいおしゃれだと思います。なんか流行ってますよねこういうの。インスタとかでよく見るんですけども。で価格が1499円かなりお手頃なので、こういうのをお探しの方いいんじゃないでしょうか。はい、次がですねこちらのオーケルベールっていうものです。これは何かというと
その上に観葉植物などを置いて移動しやすくするっていうものになります。で、観葉植物つながりでもう1点、こちらの鉢を購入しました。これはクラーベルっていう商品で、このね、すごいマットな質感がとてもいいなと思って購入してきました。はい、次がこちらのドイトータルっていう、ジュート材でできたバスケットになります。洗濯物とかを入れるように購入しました。はい、次はですね、ちょっと大きなものなんですけども、こちらのアートフレームになります。リッパっていう商品で、まあすごいシンプルなアートフレームだと思います。黒縁の、まあ、何の特徴のないアートフレームなんですけども、今回ね、ちょっとモダンな雰囲気も取り入れたいなということで、こういうブラックのシンプルなアートフレームが欲しいなと思って購入してきました。はい、あとはこちらのシーリングライトじゃないか、ペンダントライトカバーになります。リゴレートっていう商品で、こういう和紙でできたものになっています。これがね、確か700円ぐらいだったと思います。ものすごく安くて購入しました。で、実はあのイサムノグチの明かりっていうこの商品を購入してたんですけども、なんかネットで見るのと違って結構気なりが強いなっていう色合いで、この家の雰囲気にちょっと合わないなと思っていて、もうちょっと白い色のこういう形のペンダントライト欲しかったので、ちょっといろいろ探してたところ、なんと IKEA でほぼ同じようなものが売っていて、しかも700円800円ぐらいということで、まあ、これは買うでしょうということで今回買ってきました。これもね、ちょっと後で、取り付けていきたいと思います。あ、ちなみにこれ比べるとこんぐらい色違います。結構黄色じゃないですか、イサムノグチの赤。ちょっとね、これは床がもうちょっと濃色の家とかだったら合うと思うんですけど、床が白なのでちょっと合わないなと思って、これをちょっと、ね、メルカリで出したいと思います。1回も使ってませんので。はい、ね、ちょっと大物なんですけども、こちらのエーケトっていう、キャビネットを購入しました。これはですね、結構人気の商品らしいですね。すごいシンプルな見た目になっています。で、この足と本体別々で売っていて、これを壁に直接ネジでつけて使用したりとか、こういう感じで足をつけて、使用したりとか、なんかモジュール家具のようにいろんな組み合わせができるっていうものになっています。で、僕はこのステンレスの、足をつけて使用することにしました。まあ、全然癖がないので、そんなに主張しないものなので、まあ、とりあえずいいかなっていう感じですね。よく見るとちょっとね、この辺に隙間が空いたりとか、まあ、そこまでなんかクオリティは高くないのかなっていう印象は受けました。で、これと同じものをあっちの寝室の方にも購入したので、お見せしたいと思います。はい、こちらも先ほどと同じエーケトという商品になります。下の方は、さっきと全く同じやつで、上はですね、こういうオープンラックタイプのものにしました。こういう感じでエーケトを2つ重ねて使うこともできますし、もちろんこれを横にこうつけてあげることもできるので、かなり汎用性の高い商品だなと思います。
Thank you.